平成に入ってから、か。ともかく、倫理の機関が壊れてしまった。そういうのは、ある。お客様は神様です。それが実は強姦を隠蔽するような話の末にできたものだとか？昭和の頃に、何か、隠蔽していたものが、紛失してしまったのだろうか。悪夢がうごめく。黄昏の火竜度、その、根幹は改定された、結果か。しかしクズです。それは言える、か。たった一人の人生を破壊したくらいで、この権利は失っても良いものなのか？それは、ここは弁明すればするほど深みにはまる、気はする。が。判定は覆らない、だけだ、以前のように人間が、決めている、わけではないから。相手の価値観は、歪んだままだ、そのまま数十年も生きてきたし、権利も、抱えているのだ、が。王の権利がある、とき。が、それ、の断行は独裁性への起爆剤ではあり、非力な視点。